1時間ぐらいで終わったんですけど、なんか午後だったからあっという間に1日が終わりました。もう帰ってきたら夕方で夜になっちゃった。あ、クワドリさん、タワーありがとうございます。タワーが来た。しんいちさん、お断り。クックさん、海見渡るさん、サッチュさん、カップアイス、カニフミオさん、カップアイスありがとう。カエデさん、かわいい、ありがとう。タワーが来た。こんばんは。訪問回数1500回目タワー。あ、正解した。同時にパセが喋ると同時にコメントが来た。1500回、おめでとう。ありがとうございました。なんかすごいね、これなんていうタワーですか。初めて見た、初見タワーだ。すっごい頑丈なやつ。何タワー。じゃあちょっとゴージャスなキラキラに書こうか。こんばんは。あー、パセリまたペンを、カラフルなペンをカラフルなペンがちょっと手元にないため、キラキラに、テカテカキラキラに描きます。お、今青をね縁取って描くやつに挑戦してる。ああって書くのなかなかない。あ、いけた、いけた、いけたぞ。こんばんは。今日も過ごしやすい気候でしたね。相馬小太郎さん、だるまありがとうございます。カズノシンさん、怪盗猫、福太郎さんお疲れ、大吉さんハートありがとうございます。マリオ2さん、バラ100個、間違った、10個ありがとうございます。ちょっと盛っちゃった。秋だね。1500回訪問。ありがとう。おい、猫さん、ハートありがとう。こんばんは。山崎さん、ハートありがとう。ミキヤくん、虫眼鏡、ミユちゃん、カップアイス、ナルシさん、カップアイスありがとう。よろしくお願いします。今日はマイハさんの生誕をね、さっき見てて、スピーチを聞いてて、私はもうすぐ絶対生誕が回ってくるから、あ、今年は何を話そうって、1年振り返るとなったらすごいいっぱいあったから、何から話そうと思って考えてました。
おだしさん、カップアイスありがとう。あのね、今日ね、10月と11月の頭までの公演が発表されたんですけど、10月の28日に山口県のライジングホールっていう、あの研究生時代にツアーをしたことあって、この前3期生もツアーをしてた場所で、前川公演と花垂公演があるらしいんですけど、私もさ、自分が出るかまだ分かってなくて、きっとユミリンさんが出ると思うんですね、山口だから。私の予想では山口でマイカーと花垂があるってこと、ユミリンさんが出るんじゃないかって勝手に予想してるんですけど、そうなると出演メンバーどうなるんだっていうのがあって、出演メンバーどうなるんだっていうのは、まず沖さんとリコチが同じポジションなんですよ、花垂で。ココアさんとソラハさんも同じポジションなんですよ、花垂が。でもマイカー公演では基本的に出演してるメンバーがやっぱその4人出てるじゃん、みんなだから一体どうなるんだっていうのがあってね。ゆうちゃん帽子ありがとう。パセリが出るの確定かって言われたらそうでもないし、出るとなってもポジションがどこになるのかっていうのもまだ分からなくて、メンバーが出るまではちょっとまだ何も何とも分からないんですけど、こんばんは。そうだから、あの一応あるってことだけは伝えとこうかなと思って、あるんですけどまだ出演メンバーは発表されてなくて、私もまだ分からないので、一応頭にだけ入れといてもらえたらと思います。新一さんカップアイス、パイのみさんカップアイスありがとう、かいちゃんなるほどありがとう。ねえ、どうなるんだろう。カズノシンさんありがとう。ね、ちょっとまだ分からないので、またお知らせが出たら、パス出るよとかが決まれば改めてお知らせいたします。で、生誕があのリネタンの生誕までやっぱ発表されてて、11月5日の昼公演がリネタンの生誕で、夜がアンピーの卒業公演でした。だから誕生日順で言うと次パセリなので、そろそろあの次の公演が発表される時とかにはもしかしたら出るんかなって感じです。でも私はまだいつなのか教えてもらえてなくて、でもあるにはあると言われました。今日はね、ちょっとマネージャーさんと会う機会って、パセの生誕祭ありそうですかって言ったら、いやありますよってあるじゃないですかみたいな、ないことありますかって言われたので、あるみたいです。よかったです。私は毎年さ言ってるじゃないですか、あるかなって。よかったです、あるらしい、あるっぽいです。だからそれもみんな頭に入れといてもらえるとよろしくお願いいたします。パセも分かったら、おおってなったら、この日かっていうのが分かったらね、ちょっとドキドキしたいと思うけど、まだ分かんないからなんとも。はい、クアンダリさん1500回訪問ありがとう、タワーもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。明日は5時から配信したいと思ってるんですけど、ちょっと起きれるか心配です。頑張って4時半には起きたいかなと思ってるので、明日ももしお時間合えば待ってます。もし土曜日から早起きはちょっとやだよと思ったら、また明後日キラン。
ンキャン。カラフルなペンをね、ソルハさん家に忘れてきちゃったから、ちょっとキラキラの紙で。キラン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 。ありがとうございます。ペコリ。すごいよねこの紙。こうか。こんばんは。いっくん、カップアイス、ベニちゃん、バラ、ありがとう。なこみくふなかたさん、ハートギフト、かずのしんさん、かわいい、ありがとう。かわいい。キラン、キラン、キラン、キラン。光が当たる、キラキラする。すごい、これ。どうやって作るんだろう、こういう紙って。なんかね。なんか、あ、伝わらない、デコボコしてます。これで反射するってことか。すんぎょ。しんいちさん、虫眼鏡、コナンさん、カップアイス、ありがとう。アルテミスさんもカップアイス、ねねさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。ゆうたくんお断り、お断りです。レインボースター、ありがとう、5個。でもレインボースターいつも願い事する前に消えてしまう。儚ない。次の満月とか、あ違う、次の流れ星か。いつですか次の流れ星予定。なんかお願い事したい。3回言う練習しとかんといけ。11枚目シングル、選抜で1番シングル、選抜って言って3回言う。こんばんは。カズヤさん、レインボースター6個、ありがとう。ああ、ボスが読んでる間に流れてしまった星。次の流星群いつなん。ああ、ああ流れちゃった。カメさん10個も増やしてくれたのにありがとうございます。ボスがこんなこと言ったからみんな増やしてくれてありがとうございます。間に合わなかったです。ショールームのギフトですら間に合ってない。あ、ひろちさんありがとうございます、2個流れてた。ダメだ、もうショールームで間に合わんかったらもう実際もう絶対無理や。11枚目シングル、選抜、11枚目シングル、選抜、うん、口が回ってない。ああ、いっぱい振らせてくれた、ありがとう。10月上旬にある、あるの流星群、見えるかな。11月22日未明にはオリオン座流星群。おお、山崎さん、しんいちさん、しんちゃんさん、かずのしんさん、しんいちさん、陣内さん、大吉さん、ありがとうございます。星降らせてくれて。フレーベさん、カップアイス、ありがとう。こんばんは、こんばんは、みなさん。10月22日ね、覚えとくね。まだ先や、今日は6日やからまだ先や。伊白さん、カップアイス、ありがとう。あら、お話し会、皆さんお話し会の当選が来てからやらなきゃいけないことでお済みでしょうか。今日までだそうです。皆さんありがとう、教えてくれた方いつもありがとう。お知らせ、美味しいご飯が炊けますように。三代目リュウさん、ボシ、ありがとう。お、木下、ありがとう。モニュ見つけた？どうだった？美味しかった？甘かったって書いてたけど、美味しかったかい？即日完了。わあ、えらい。えらい。即日。で聞こうと。私もすぐ終わらせるタイプ、そういうやらなきゃなことは。モーニュ、今日の夜明け前、何、加減の月、うわ鬼滅みたい。加減の月、西に木星、東に金星。今日
明日は難しい？明日4時半に起きようと思うけど、明日の夜明けは見れるかな。星林藤代さん、アイス伊白さん、カップアイスありがとう、ありがとう、ありがとうございます。テキサスのロンスターさん、カップアイスありがとうございます。私も見たいな、夜明け前の空とか。今って何時に日が昇ってんだ？もう分からん。どん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 さ変わってくじゃんね。どんどん変わってく。なんか気づいたらすぐ日沈んでるし、この前映画館行って映画出たら真っ暗だったからびっくりしました。まだね6時過ぎとかだったんですけど、結構真っ暗だったよ。山猫坊主さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。よしひろさん、愛してますよ、ここありがとう。6時過ぎに登る？6時過ぎに沈む？6時6時ぐらい。今天気予報のアプリ見ようと思ったけど見つけられません。ありました。明日の広島、あーでもそんぐらいですね。6時8分に日が昇って、あ今日だこれは。で5時48分に日が沈むって書いてるからだいたい6時ぐらいか。まこばやさん、ハートありがとう。おお、じゃあ明日朝起きたらちょっとカーテン開けて空でも見ようかな。覚えてるかな、眠くて寝ぼけてるかもねえ。ぶつかった、スマホの充電器にぶつかってグルンってなっちゃった。まるさん、ハート。まこばやさん、帽子ありがとう。こんばんは、ね、日暮れるの早い。さのっちさん、虫眼鏡ありがとう。寒いよね朝、困ったな。まあでも朝配信は室内でやるからまあ安心、安心です。なんか外でやってみたいねショールームどんな感じなんだろう。朝どんぐらい寒い？結構寒いですか？この前ロケ行った時も寒かったな。これからのさ早起きちょっときついですね、寒いと思ったら。今日の雰囲気、今日前髪を何もセットしてない、まっすぐペタンな髪です。ペタペタン。まだね布団から出てる、まだタオルケット1枚で寝てます。でパジャマは上はダボダボの T シャツで下は長ズボンになった。いつぐらいからモコモコパジャマ着ていいんですか？まだですよね、今から着たら暑いよね。どう思う？いつからモコモコなの？もう服装選び難しい。秋服ってさ逃すと着るタイミングないじゃないですか。でも暑いじゃないですか。どうしたらいいんだ？まだダメ？わかった。まだダメね。オッケー。我慢するわ。もこもこ靴下はまだ早い？12月とかでいいですか？最高気温が20度切り始めたら、じゃあまだね。オッケー。ありがとう。ヒートテック？やばいじゃん、パセリだけめっちゃ汗かく人やん。どうしたのって、そんな今日暑いって。汗かきだから難しいんだよね服選びが。何がいいのかなこの時期は。今日のね服はちょうど良かったです。やっぱ七分袖とかがいいかもよこの時期。よさなこさん、お断り、お疲れありがとう。北海道ね寒そう。
北海道行ってみたいんです。北海道行きたい。なんか最近おすすめ欄に出てきたの、ミリアちゃんの北海道行ったよみたいな投稿が流れてきたの。ってなんかめっちゃ美味しそうなものいっぱい食べてるやんってなって、北海道行きたくなりました。やっぱさ、なんかどんなに宣伝されるよりも行った人の写真とか見るのが一番行きたくなると思う。行きたい。人生で一回もう北海道行ったことない。私の25年と11ヶ月の人生で一番日本の上に行ったのは去年の12月に PR 舞台のツアーで行った仙台が一番上です。それより上はない。行ってみたい。シンクロワッサン、だるま、ありがとうございます。こんばんは。仙台もね、また行きたい。仙台の牛タンがお弁当で食べたんですけどめっちゃ美味しくて、やけんお店で食べてみたいなって思って。工場さん、ハートありがとう。回転寿司おすすめって言うよね、北海道。新鮮そう。仙台から見てます。今日の仙台の気温はどうですか。ブンさん、ハットありがとう。なんか悔しい。仙台から見てるんですか。まあこっちも広島から配信してるんですけど、悔しいな。なんかいいな、仙台から見てます。ワウワウさん、怪盗猫ありがとう。こんばんは。いいなぁ。しろくまさん、ハートありがとう。イカそうめん函館で、最西端岡山。広島は、私の最西端は、長崎も、長崎は最南端になる、最西端で入る。私の一番こっち、日本がこうあったとして一番こっちは長崎、生まれた場所が長崎だから。でも一番下は沖縄。去年初めて行きました。去年の来月、去年の来月末に初沖縄して、ホテルで過ごして帰ってきた。ブンさん、ありがとう。こんばんは。確かにアイドルファンしてるとあちこち行く機会増えるよね。たけしさん、ハートありがとう。私はどの地域に多いんだろう、ファンの方。でも関東多いんですよね。関東多いんだけど、関東の方が広島も来てるし広島も多い気がする。やっぱ広島で公演することだから広島も多い気がするけど、どうなんだろう。沖さんとか岡山の方多そうなイメージがある。やっぱ出身地多そう。でも私はそんな長崎のファンの方多くない。どうなんだろう。たけしさん、音符たくさんありがとう。全県におるんかな、47都道府県いるかな。北海道の方ね、いる。青森の人、青森全部いそう、実はみたいな。出身地はそこですとかはいそう。気になる。でも関東勢が圧倒的多い気がする。やっぱショールームでさ知るって時はさ、あんま関係ないじゃん、どこの地域に住んでるかって。ショールームで知ったよって方はやっぱ関東勢多いけど、公園で見たよって方は広島勢かな。ね、世界、日本外でも知ってもらえるように頑張ろう。頑張ります。
え終われませんみたいな、ちょっと厳しい全部の県多分長崎言います、長崎いる、沖縄とかパセのパセをして、沖縄鹿児島いるのかな、どうなんだ、難しいね、ちょっと今度調査しましょう。今日はちょっとダメまた今度にします。こんばんは、パセリ推し訪問計画したい、いつもありがとうございます。投票機能どうやって使うん、これ無理よ、文字は自分の県が、なんかそのさあ、それで揉め事起きそう、なんで栃木は栃木の方が先に呼ばれたんですか、なんで茨城なんかこっちに栃木より番号下なんですかとか、なんかそういう争い生まれないですか、大丈夫ですか番号決めの時になんでですか、パズリは栃木の方が上と思ってるんですかとか、なんかそういう揉め事は起きないですか、大丈夫、こんばんは、投票のとこ25個までしかないや、25択しかなかった、あ、まるまる地方、確かに地方ごとでね、30分経つ、今日1時間ぐらいしようかなって、さっき寝落ちしちゃってて1時間ぐらい寝ちゃってたんですよねだからね、あのまだ眠くないというか目はめっちゃ起きてるから、始めたぐらいになったら終わろうかなって感じです。明日の準備をしてからね。マー君お断りです。そう、寝落ちしちゃったっけ、眠れない今、しかもチリパを聞くというね、私には大事な任務もございます。起きとけるかな、でもあれもある、聞き逃しもできる気、山崎さんハートありがとう、新一さんゲームギフトありがとう、そうマイカーの山口あるんですけど出れるか分かんないよって話をさっきじっくりじっくり話した通り、まだ私も出れるかとか、ね、そのなんでパセが出れるかって言ってるかっていうと、さっきも言ったんですけど、ココアさんとソラハさんが花誰同じポジション、リコチとオキさん同じポジションとかあって、その花誰に出るメンバーによってマイカーの方ももしメンバー構成が変わったりするんだったら、そういうのもいろいろあってどうなるんだろうっていうのが分かんないから、一応ありはしますが出るかは未定なので一応頭に入れといてもらえたらと思いますという感じです。よろしくお願いします。陣内さん、カップアイス、ジョノラゴさん、レインボースターありがとうございます。こんばんは。そう、山口メンバー優先説あるけど、でもマイカーはユミリンさんとリコチが同じポジションなんですよだからそっちもあるの、花田で同じポジション問題とマイカーの方でも同じポジション面がいる問題もあって、でもリコチはほのたんさんもできるよね、でも私今ほのたんさんしてて、でも私はミホとミホポジとココアさんとかもできるんですけど、でもココアさんはユミリンさんのもうユミココアじゃないですか、ココアさんは絶対ココアさんポジとしたら私はミホかとか、そういうなんか私も出るか分かんないかいろいろ
どうなんだろう、どんなんだろうって考えてるんですけど、そう、わかんない。さなこさん、ゲームギフトありがとう。そう、どうなんだろう。だからみほぽじ一回しかしたことないけんね。私みほぽじまたやりたい気持ちもあるし、ココア散歩時はやっぱりあの初日のポジションだったし、いろいろとチャンスの順番のセンターとかもあるし、思い入れも多い。でも今やってる本田さんとかも大事なポジションだし、そもそも出れるかも分かんないし、どうなんだろうという感じです。分かんない。一応頭にだけ入れといてもらえたらと思います。申し訳ないです、曖昧な答えにしかならなくて何にも分かんないから。またお知らせします、メンバーが発表されたら。こんばんは。マイカーね、9月なかったからさ、10月あるのめっちゃ嬉しい、楽しみです。8月の9日ぶりのマイカーかな、ん違う、いつぶりだ8月9日の誰か、あれマイカーいつぶりですか。ちょっとスケジュールアプリ見る。9月なくて7月ぶり？え、いつぶり？ 7 月7日ぶり？うん？ 7 月7日ぶりですか？あれ？ちょっと今スケジュールアプリ見てるけどさ、うん？あ、違う、8月の17ぶりか、四国マイカーか。8月17ぶりだから2ヶ月ちょっとぶりの毎回になるのか。こんばんはね、ユミリンさんと出れる最後の毎回公演だと思うから、出たいな、出れるといいな、出れますように。だって一杯の水のさ、ユミリンさんとかオリメンじゃん、オリメンのユミリンさんをみんな目に焼き付けて。山口さん、お疲れありがとう。まことさん、ハートありがとう。ドゥルルン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 。こんばんは。クロさん、カップアイスありがとう。うっかりあんこさん、お断りです。お二人。確かにマイカーのフル単独公演じゃん。え？本当じゃん。マイカーの単独はいつぶりですか。本当やん。7月はスタジオとだったでしょ。6月は何だった。え、いつぶりだ単独。え、超久々じゃないですか。え、ダルル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 、楽しみ。それやったらホータン散歩時で美しい稲妻ポキパセやりたい。5月ぶり？うっそ、そんなぶり？わお、楽しみよ。君は美しい稲妻さん、こんばんは。ハンガー、出れるかな、本当には知らないんですよ本当に知らないんだ。出れますように。あとは体調とかをね、出れるとなっても体調崩したらもう意味ないから、体調管理しっかり
不役じゃなくてしっかり頑張ります。夏は体調理由に休むとかもなかったけん、この調子で年末まで頑張ります。わらびもっちーさんありがとう、しんいちさんペンライトありがとう。そうじゃん、予防接種の時期じゃん。それもね、ちゃんとスケジュール組んでもらえるんですよ。あの次の日とかに激しいレッスンとかがないようにちゃんとスタッフさんが考えてこの日って決めてくださるっけ。今年はいつかな、毎年12月ぐらいに打ってる気がする、記憶が正しければ。インフル予防接種ね、毎年行ってますよ。あんまドキドキしないと思ってたけど、いざ椅子に座ってキランっていう針を見ちゃうとドキドキします。でもスッと終わらせられるタイプです。もう大人なんで私、泣きわめいたりはしません、逃げません、ちゃんと向き合います。恐怖に向き合って打ち勝って、ワクチンを本当だよ。じゃあ今度見学に来るか、ファセレの予防接種見学会。私見ちゃうんですよねって言って、じっと見ちゃうの。え、毎回服選びに苦労する。やっぱさ、こうやって出せる服がいいじゃないですか。え、何がいいんだろう。服、真冬に行くじゃん、ヒートテックとか着たらもうワンワンワンみたいになるから難しいな、予防接種。やっぱなんか沖さんとかソラハさんとか着てるような肩出しの服とかが一番いいんかな。ここ空いてたら一番いいよね、先生的にも。買うか、ここが空いてる服を買って、それかタンクトップに、そうだね、コートとかなんかモコモコの上着着ていくか。そうしたらいいか。え、まくれる？いけるかな。じゃあまくりやすい服にすればいいんだね。去年何着たんだろう私。毎年悩む、何着るか。あ、パーカーね、いいね。コートだけでいいじゃん、やばい。よく見るさ、あの通報されてるやつじゃない、変質者としてよく小学校とかで回ってくるやつじゃない。昨日の放課後にどこどこの地域で怪しい人が目撃されました、気をつけてくださいね、集団下校ですみたいなやつじゃん。怖っ。やめてください、私を犯罪者にするのは。みんなも気をつけよう。なんかね、最近はあの挨拶をしただけで不審者と思われるらしい。だから気をつけて、挨拶とか、ね、大事だよ挨拶は。今時ってさ、連絡もないんですか、全部 LINE とかで回るんかな、もしかして。連絡も、私連絡も大嫌いだったんですよ。なんか自分で、お母さんがね、連絡も学校のことだから自分で電話回してみたいな感じだったから、めっちゃ緊張してました。普段からあの電話苦手だし、連絡もってさ、名前順とかじゃないですか。やけん特に仲がいい人にかけるわけじゃなくさ、普段関わらない人のところにかけるっていうのもそうだし、あとはもしもしって言われて、本人なのか兄弟なのか親御さんなのか誰が出てるか分かんないから、それが難しいなって思って、めっちゃ苦手だった、顔が分かんないからさ。おみかんさんハートありがとう。あとなんかその時期特有の
恥ずかしさみたいなとか、同級生なのにお母さんと思って敬語使った時絶対恥ずかしいなみたいな、そういうのあるじゃん。ジュノラゴさんハートありがとう。だからあんま電話はねしてこなかったタイプなんですけど、広島に来てからめちゃくちゃ電話家族とめっちゃ電話しちゃう。便利やなって今気づいた。ここ数年で気づきました、電話のありがたみに。ハリーポッターメガネのひげおじさんだるまハート、おみかんさんハートありがとう、ありがとう。テレビ電話いいよね、顔わかるじゃん、表情わかる。娘とどういう関係なんですかって言われたことある。どういう関係も何もないわな、クラスメイトや、クラスメイトだって。なんて答えるんですか、クラスメイトですっていうの。それとも、いやちょっといろいろそのですねとか言って、ちょっと濁してそれっぽくするんですか。なんて言うん、どういう関係なんですかって言っても困るよね、そんなこと言われたって。連絡網です。向こうも気まず、あ、警視庁メール、警視庁からメールが来るの。いいお付き合いさせていただいております、やばい。いいお付き合いさせていただいております、やばい。確かにクラスメイトとしてはいいお付き合いや。こんばんは。一言では言えない関係、クラスメイトや。かずきさん虫眼鏡、千本桜さんお断りです、ありがとう。毎日同じ部屋で過ごすような関係です、やばい。夏も、夏の暑い日も冬の寒い日も一部屋で二人で過ごしております。二人でではないか、一つの部屋で共に時間を、一日の結構な時間を過ごしている、そんな関係です。表面的にはクラスメイトです、絶対それ隠れてなんかあるやつ。表面的にはね。今は便利だね、何でもスマホで済んでさ。今ってお家の電話ない人多いじゃないですか。のりまきさんカップアイスありがとう。あ、確かに、なんて呼ぶか問題ね。誰々さんいますかって言ったら、名字で言ったらみんなそうだもんね、家族。確かに。ひろさんカップアイスありがとう。パセリちゃんいますか。パセリちゃんいますよ、今帰りますね。私は誰な、誰なんだ。中村くんいますかって言ったら、どの中村くんですかって言われて、そんなドラマやばい。やばい、それ一番ダメや。家族に電話して、中村くんいますかはダメだ。家族みんな中村や。みんな私んちに電話かけて、お咲さんいますかって言ったら、みんなお咲さんだから気をつけてください。そもそも電話かけてこないでください。かけてこないでね、知らないと思うけど電話。サッタンハートありがとう。可愛いおさきさん、いや私の家族みんな可愛い。お父さんセリの顔そのままだから可愛い顔して。自分のこと可愛いとは思ってないけど、お父さんもこういう顔してるからみんなからしたら可愛いかもしれない。え、2024年1月に NTT の固定電話廃止。え、そうなの。え、知らなかった。固定電話
NTT 以外も固定電話あるんですか？ NTT が主流じゃない？おみかんさん、なるほど、ありがとう。ポセルのお父さんもこの顔してるから、見つけたらすぐ分かる。固定電話がなくなるって時代だ。そうなのか、やっぱみんなスマホとかね、家にいてもスマホで連絡取るもんね。そう、髪型が違うだけ。あとはね、髪型と歯並びは違う。あとね、体型も違います。ポセイのパパはちょっと大きめで、私はもともと大きめ加減なので気をつけなきゃ、すぐ太りようと自分でも自覚しているので。パセリの倍率高いからお父さんに走る人が現れるかも。ごめん、お父さん既婚者なんよ。ごめんけど、みんなパセリはダメならお父さんに行こうと思うかもしれんけど、パセリのお父さん既婚者でさ、子供おるんよね、娘が2人だけ。みんな諦めてほしい。ごめんね。サゴーゾさん、ラブレターありがとう。だるまもありがとう。そう、子持ち既婚者子持ち。そう、お父さんアイドル目指してるんですよ。そうなんです、応援してください、よろしく。お母さんはパセリに顔似てないけどいいですか？なんか似てなかったんやけど最近似てるらしいです。お母さんの職場の方が私の顔見て似てるって言うらしいので、お母さんと最近似てきたかもしれません。でもお母さんも既婚者で子持ちです。ごめん、すいません。そうなるとやっぱパセリやな。やっぱパセリを押すしかないよ。ノリが良くておもろい。そうだよ、これからもパセリ押しでお願いします。コウジさん、カップアイスありがとう。じゃあパちゃんでいいか。そうでしょ、もうパちゃん、そうなんよ、もうパちゃんを好きになるしかないよ、みんな。そう仕方ない、パセリにするか。そうだよ、みんなごめんな、両親が既婚者で。しんいちさん、ラブレターありがとう。のぶろうさん、ハートありがとう。これからもよろしくね、みんな、親子ともどもよろしくお願いします。妹はもう塩対応される未来しか見えんよ、みんな。言われる、妹4期生。残念、妹も22か23歳ぐらいだから、もう多分応募制限厳しいですね。パセリが STU 入るとき22歳までがオーディションの締め切り年齢だったっけ。ちょっと厳しいかもしれない。残念だ。パセリで我慢してください。塩対応されたみたい。あー、ド M。 コウさん、お断りです。パセのこと好きでいてください。家族に目移りするのやめてください。メンバーに目移りじゃなくて家族に目移りするタイプや、みんな。パモニM 集まってる。9時、あともうちょっとし、
今日何分から始めました？私15分ぐらいから始めた。15分ぐらいに終わる。こんばんは。あ、10分から始めた。じゃあ15分に終わろう。切りよく4分割しがちだから、私切りよく15分で。あと15分。大五郎さん、バラありがとう。3期生見ないようにしてる。いや、3期生今日3期生のブログ読んだらびっくりすることが書いてて、えっ、ってびっくりしました。お家の中であることをしてて、え、それってお家の中でできるのってびっくりすること書いてあったから、ちょっと見てみてほしいです。今日更新のやつ、ゆうなんのブログです。石原ゆうなちゃんのブログなんですけど、あのびっくりした。見に行ってみて。ちょっと私は初めて聞きました、家の中でそんな遊び方をするって。え、あるのかな、当たり前なのかなこれって。こんばんは。うん、後で見てみて。びっくりする。私3期生のブログ毎日チェックしてるんですけど、もう毎回びっくりする。ってすごい、こんなおしゃれなもの食べてるとか、こんなおしゃれなとこ行ってるとか、毎回びっくりするんだけども。すごいよ。うん、なんか今時って感じで、もうなんかすごい新鮮なの、得る情報が。なんか今の、 あの若い子たちの情報ブログで得てます、私は。こんばんは。パッ、ちょっとパセもなんかお家でできるかな。先輩風、ね、無理よ。私はもうペコペコしとく。あ、お疲れ様です。あ顔なしになっちゃう。今日の前髪良い？何もしてないんだよ今日。良いの？これがラフな感じが。ブログ見てみてください。テレビで寝室で焚き火する人出てきた。どういうこと？どういうこと？焚き火の音が睡眠にいいみたいな、そういうことからってことですか？普通 YouTube で見るじゃん。YouTube で焚き火の音を聞くっていうのが、あれよ、最近のなんか研究みたいな、流行りみたいなやつですよ。まさか本当に焚き火を部屋の中で？無理や、そんな大火事や。あ、暖炉ってこと？暖炉、暖炉大変よ。私おばあちゃん家にちっちゃい暖炉があるんですけど、暖炉はもう大変そうだった。火が消えそうになったら薪を入れて風を食ってとかで、なんか下のちっちゃい小窓みたいなとこ開けて空気をこうやってちょっと入れてとかして、最終的に今物置になってる。おばあちゃん家の暖炉物置ですよ。いろいろ正月に鏡餅とか飾ってあるタイプのなんか物置になって。煙突がある。サウナ花火使い切りました。200本。たかしんさん、カップアイスありがとう。そうよ、あのみんなの想像する暖炉はなんかあのウェルタースオリジナルとか食べるタイプの、なんか海外のさ、こう揺られる、こういう両手こうやってかける、僕はゆりかごみたいなあの椅子のイメージかもしれんけど、パサのおばあちゃんちは違います。こたつです。こたつでございます。おつ、
こんばんは。白熊さん、カップアイスありがとう。掘りごたつじゃない。え、掘りごたつでいいよね。ご飯屋さんとか掘りごたつ嬉しい。わあ、掘りごたつ。最近そういうの言ってないですね。掘りごたつ。どこで掘りごたつ。掘りごたつがあるお店ってない。焼肉屋さんとか。しゃぶしゃぶとか。50代独身さん、怪盗猫ありがとう。ロッキングチェアっていうの、あの椅子。ゆるゆる揺れ、うん、ゆらゆら椅子、ロッキングチェアっていうの。ガウン姿、あ、そんなガウンとかはないわ。あれでしょ、ガウンってモコモコの、なんかあの、なんていうっけ、なんですっけ、パリピじゃなくてセブンイレブンじゃなくてセブンイレブンじゃなんだっけ、あの時代なんだ、なんだあの時代、もうウェイウェイみたいな、ディスコディスコみたいな時代なんです。あ、バブル、それです、バブル。よく伝わったな。バブルの人が着とるやつやろ、ガウンって。私はディスコはラブ&ベリーでしかやったことないですね。ひろたん、お断り。ラブ&ベリーのディスコはアフロにするのが主流でした。アフロヘアはディスコでしか使えないんですよ。あとこんな高いヒールの靴とか、ピッチピチのなんかズボンみたいなやつとか、キラキラ。なんかね、バブルのバとブの濁点があるなと思って、濁点うーって絞り出したのがセブンイレブンだった。ブは合ってたよ。火曜日のルビーさん、ボイシありがとう。めっちゃキノコさん、ハットありがとう。すごくない、バブルって。バブルどんな感じだったんだろう。バブル時代もアイスあった、いっぱい。バブル、確かに、待って、伏線回収じゃん。バブル、本当だね、別の意味のバブルや。バブルを室内でバブルしてたんですよ、今日のブログ読んだら。バブル。ジュノラゴさん、カップアイスありがとう。ハーゲンダッツ食いまくり、本当？バブルの時代めっちゃいいやん。キョンシュさん、だるまありがとう。摩擦でタクシー止める、へえ。それは並びたくないからってこと？ピャーってやるってこと？考えられんわ。私のお母さん、え、私のお母さん分からん。バブル、いや、おばあちゃんとかじゃない。お母さん、お母さん、え、バブルって何年前ですか。何年前にバブル終わったんですか。アッシー、え、なんかおじゃる丸にそういうのいるじゃん、熱帯動物みたいなやつ。いない。いるよね。35年前くらい。おえー、最近やん。全然パセリが生まれる10年前とかじゃん。え、おじゃる丸にいるじゃんね、そういうなんかアッシーみたいな名前の生物、あの湖みたいなところにいるやつ。いるよね。誰かおじゃる丸ガチ勢はいませんか。あ、ツッキー、それです。ツッキーだった。マチュルさん、愛してますよ、ありがとう。愛してます、
愛してるって言葉すごくない？好きとかじゃないってことやろ。こんばんは。え、楽しい時間あっという間。まさかまさか、ほんとや。うわーん、皆さんお時間が来てしまいました。本日23時よりちりめんパーティー、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。パセリは明日5時から配信予定なので、起きれたら5時にお会いしましょう。起きれなかったら察してください。一応予約やっときますが、やべバタバタみたいな準備やったら察してください。ボソボソ頭の女が画面上に現れたら察してください。4時半に起きようと思っているので、テレパシー送ってください。明日5時起きれないって、土曜日だよ寝かせてくれって方はもう寝て大丈夫です。よろしくお願いいたします。ジロ君ファイト、ありがとう。夢の中で配信見るね。うん、お願い、変な言葉とか言わせないようにしてね。よろしく、コンプライアンスを守った配信させてください。夢の中でちゃんと。今日のパセの昼配信はもう大変だった。もういらない情報いっぱい喋っちゃった。おみかんさん、カップアイスありがとう。ゆうきにゃん、ハートありがとう。それでは壇上を読みます。いきます。13位わうわうさん、12位ゆさなこさん、11位かずやさん、10位ジュノラゴさん、9位大吉さん、8位山猫坊主さん、7位亀さん、6位よしひろさん、5位かずのしんさん、4位しんちゃんさん、3位ゆうたくん、2位50代独身さん、1位くわどりさん、ありがとうございます。見てくれてありがとうございました。23時からぜひチリメンパーティーパセリコチ聞いてください。ハッシュタグチリパでポスト、いまだに言い慣れないけどポスト X にてハッシュタグチリパ、チリはひらがな、パはカタカナです。パセリはひらがなです。パセリのパセリは全部ひらがなだけど、チリパはパだけカタカナです。よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。ありがとう。バイバーイ。